はい、皆さんおはようございます。三鴨鍼灸接骨院トレーナーの世界、トレーナーの中野です。本日は8月の22日、日曜日になります。JFL FC マリノス岡崎対、ティアモ枚方の試合の帯同をしております。本日2日目で、今日はですねホテルの方から始まります。時刻は今9時30分となります。10時30分出発なんですけども、今から一人、選手のケアをした後に出発していきたいと思います。試合当日の、コンディショニング、試合会場に到着したらまたテーピングなどを同期してきますので、最後まで、ご覧ください。出発時から午後10時半になりました。今からホテルを出発して会場に向かっていきます。会場に到着して準備が完了しました。これは運の踏んでですね、クーラーがないという扇風機で対応しております。そしてトレーナーのベッドも外で分かります。会場は枚方の陸上競技場になります。時刻は12時10分になります。あと5分ぐらいで選手が到着しますので、到着したら経験を取ります。ちょっと見せるといい？うん、同じ気がするね。でも、びっくりだな。うん、今のあれだ。めっちゃ、ちょうどいいよ、ほら。うん、はい、大丈夫。ちょっと動かしてみよう。グルー。今大丈夫。グルー。またこっち側を切る。ちょっと見て。床に出ちゃうよ。こっちはこっち側が欲しいの。こっちはもう一枚行かなきゃいけない。上はこっちは半分行くよ。そっち今この辺にいいよ。最高どこか水分しこっち側今の右、こっち側もう一枚行かなきゃいけない。ナイスよ、水分しよ。もう一つ、もう一つ、どうするの？
に俺が入ったら喋るんだけど、ただ来ないから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 来ないありがとう。試合中に怪我をしました。皆さんどのようなことを考えながら、選手の近くに行きますでしょうか。選手に近づく前にですね、ランニングをしながら入っていくんですけども、私はですね、重要ポイント3つを考えながら入っていきます。まず1つは受傷起点ですね。受傷起点がどうだったか、どうやって痛めたかっていうのを聞きます。もう1つはポップ音ですね。ブチ、バキ、ボキって言ったかどうか、それを聞くことによって、重傷度の高い、怪我かどうかは把握できます。もう一つは、体重がかけれるかどうか、荷重がかけれるかどうかを確認します。もちろん、その場で立てれば、よっぽど試合には入れるかなと思うんですけど、もし立てないといった場合の痛みの度合いでしたら、おそらく、今後プレー続行ができない可能性が高いので、今言った3つですね、受傷起点、ポップ音、荷重できるかどうか、この3つを考えながら、中に入っていけば、一つ皆様のヒントになるかと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。今回は JFL 第19節 FC マリノス岡崎対ティアモ平方戦をお送りいたしました。FC マリノス岡崎の監督が交代して初めての試合だったんですけども、無事に4対1で勝利することができました。サッカーのスタイルが変わり、選手への負担も変わりますので、これからも選手としっかりとコミュニケーション、監督とコミュニケーションを取りながら、いいパフォーマンスが出せるように、トレーナー活動を行っていきたいと思います。動画の中にもテーピングの、行ったところがあったと思うんですけども、今回はですね、足首の関節を巻くだけでも強さであったりとか、巻き直しも必要になってきます。やっぱり選手に聞きながら、きついとか弱いとか強いとか、要望がありますので、しっかりとそのあたりは聞きながら巻いていくことがコツになると思います。もっともっとテーピングを知りたい方や、テーピングどうやって巻いたらいいかわからない方ですね、ぜひ、LINE アットの方に登録していただければ、無料のテーピングの動画もお渡しいたしますので、ぜひ皆さん LINE アットの方登録をお願いいたします。以上が、今回の態度の内容になります。それでは皆様、See you!